堀北さんがいなくなったら、その時クラスのみんなと一丸となって A クラスを目指していくから。それは約束するよ。あ、でも一つだけ考えが変わったことがあるんだ。それはね、綾野浩二くんも私が退学させたい人リストにたった今入ったってこと。みんなで A クラスを目指すのはあなたたち二人を排除した後。Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world.